錆びれた神社。二十年ほど前、当時の僕は大学生で、夏休み、車で田舎の実家に帰省していた。その時はいつも帰省の時通っている道とは別の道を通っていった。見渡す限りの山や田んぼに囲まれた。 いかにもいなかった感じの道をしばらく運転していたとき、少し先の山の入り口みたいなところに赤い鳥居が立っているのを見た。とても寂びれた雰囲気が良かったので、車を止めてぶらりと立ち寄ってみることにした。赤い鳥居をくぐると勾配のきつい石段があり、 山の上の方まで続いていた。人気は全くなく、周りは木々に囲まれ、薄暗く、石段にはびっしりと苔が生えて、足元に気をつけながら登っていった。階段を登りきると、すぐ目の前に小さな矢城があった。もう何十年も人の手が入ってなかったのだろうか。 その屋代はひどく朽ち果てていた。せっかくなので手を合わせて参拝した後、石段を降りて実家に帰省した。その時は特に何もなかった。しかし、その日から変な夢を見るようになった。夢の中で僕は例の神社へ行き、鳥居をくぐって石段を上がって、 やしろの前で参拝して、石段を下る。という、全くあの時と同じ行動をしていた。三日三晩同じ夢を見続けた。さすがに気味が悪くなったが、四日目以降はその夢を見ることはなくなり、気味はなっていたが、特に何事もなく過ごしていた。 それから十年以上経って結婚をして、子供はいなかったがそれなりに幸せな日々を過ごしていた。あの神社も不可解な夢のこともすっかり忘れていた。ある年のお盆に嫁と実家に帰ることとなった。途中で近道をしようと見知らぬ山道を進んでいったせいで、 迷ってしまった。途方に暮れていると、おばあさんが道端を歩いていたので、道を尋ねると、ニコニコしながら丁寧に教えてくれた。おばあさんにお礼を言って、教えてもらった道をしばらく運転していくと、見覚えのある道へ出た。安心よりも、すごく嫌な気持ちになった。 なぜならその道は、例の神社がある道だったからだ。しかし、戻るわけにもいかないので、そのまま進むことにした。赤い鳥居が見えてきた。僕は気にせず通り過ぎようとしたが、赤い鳥居の前に誰かがいる。見てはいけないと思いながら目を向けてしまった。 そこにいたのは、さっきのおばあさんだった。おばあさんは、ニコニコ笑って、こっちをずっと見ていた。僕は怖くなり、車のスピードを上げて、すぐにその場所から去った。しばらくすると、いつも通っている道へ出て、少し安心したところで、ふと、助手席の嫁を見ると、 彼女の顔が蒼白になっていた。あれを見たのかと、口には出さず、心の中で思いながらどうしたのかと聞いてみるが、何かおかしい。嫁が言うには、確かに鳥居の前に人がいるのを見たが、それは、僕が見たおばあさんではなく、高校時代自殺した。 同級生の女の子だったというのだ。自殺の原因はいじめだったようだ。嫁は直接は加担してなかったが、見て見ぬふりをしていたとのことだった。しかし、当時から今までずっとそのことを気にはしていたらしい。僕は彼女に気のせいだよと悟しながら、気丈に振る舞った。 でも頭の中では、あのおばあさんが僕たちをあの神社に誘ったのかなどいろいろ考えながら運転していた。僕はあの神社のこと、僕が見たのはおばあさんだったことなどは嫁には黙っていた。とにかくすごく怖かった。その日から、 嫁が夢を見るようになった。内容を聞くと、例の神社へ行き、石段を上がると矢代があって、と、実際あの神社へ行ったわけでもないのに、僕がかつて見た夢と同じだった。ただし、大きく二つ違うところがあった。一つは、参拝して帰ろうと振り向くと、目の前に、 例の自殺した女の子が現れて、そこで目が覚めるのと、もう一つは、もう数十日経っても同じ夢を見続けていることだった。嫁は元気がどんどんなくなって、病院へ連れて行くと、うつだと診断された。ほとんど眠れてないせいか、目もうつろになっていた。 僕があの神社に立ち寄って参拝してから十数年、ようやく理解した。僕はずっとたたられていたのだと。今思えば帰省の時、あの道は普段絶対通るはずのない道だった。なのになぜか通ってしまった。何かに呼び寄せられたのか。とにかく、 嫁に本当に申し訳ないことをしたと思っている。さらに数年が経った今でも、かつての幸せな日々は戻ってこない。伊豆のドライブ あれはもう三年くらい前のこと。僕と彼女で伊豆に泊まりで遊びに行った時の話だ。天気も良くドライブをしながら伊豆方面へと向かった。途中までは快適に進んでいたんだけど、熱海を過ぎた頃からナビがおかしくなってしまった。 一応目的地はインプットしていたんだけど、ぐるぐると画面が回転している状態が続いた。おかしいなぁ、壊れちゃったか海沿いではなく山越えルートにしたのは失敗だったかもしれない。周りには何もなく、ひたすら一本の山道が続いているだけだった。平日のせいか、 対抗者も後続者もない。仕方がないので、地図を引っ張り出して、彼女にサポートしてもらう。僕も山越えルートは初めてだったので、道がよくわからない。ゆっくり出てきたのでそろそろ夕方になる。あたりは暗くなりつつあった。まい、あ、ったな。これじゃあ時間通りに宿に着かないな。 携帯を見ると思いっきり県外だった。それでもひたすら山道を進むと Y の字に道が分かれていた。困ったことに標識がない。路肩に車を止め、どっちかなぁと二人で問答していた。ナビの現在地は八王子を指している。 仕方がないので、右へ進むことにした。これがすべての間違いだった。あたりはすっかり暗くなって、車のライトなしでは本当の闇だ。当然ながら街灯はない。しばらく進むと、車がガタガタと揺れ始めた。あれこの道、舗装してないのか今時 しばらくの間、緩やかな下り坂をガタガタと進んでいくと、今度は三サロに出た。標識というか、随分古い感じの案内板が立っていた。字は消えかかっていてよく見えない。どうするどうしよう、戻るとここでもしばらく問答した。と、その時、 目の前を一台の車が横切った。その車は三差路を右から左の道へと進んでいった。久しぶりに自分たち以外の車に出会った嬉しさからか、僕たちも急いで左の道へ急発進した。きっとあの車についていけば街まで出られる。勝手にそう思い込んで、 前を行く車を見失わないように進んだ。しかし、この前の車、異常に速い。どんな車なのかとよく見てみると、白いセダンだがどこのメーカーかは不明だった。よほど足回りをいじってあるのか。いろいろ考えていると、彼女が変なことを言い出した。ねえ、あれって、 どこのナンバーんナンバーナンバーがどうした確かにナンバープレートはあった。数字も書いてある。しばらく見ていて何やら違和感を覚えた。ナンバーは間違いないのだけど、陸運局の地名が見たこともない名前だったんだ。何やら昔の略してない 複雑な漢字が三文字。三文字とも難しくて読めなかった。あんな地名あったか九州の方かなええー、あんな名前聞いたことないよ。例えるなら、バラとか醤油とか憂鬱とか、そんな難しい漢字が三つ並んでいた。と、 そんなことを考えていたせいか、気がついたら前の車が見えなくなっていた。あれどこかに曲がる道でもあったかな狐につままれたような奇妙な感じだったが、目印となる車がいなくなってしまい、再び不安がこみ上げてきた。もはや先に進んでいいのか、戻った方がいいのか。 僕たちにはわからなくなっていた。ナビは所沢を指していた。と、遥か先に明かりが見えた。やっぱ街だ。やっぱこの道で正解だったんだ。この時ばかりはほっと安心し、二人で喜んだ。そして車を進めると、さっき見えた明かりは、 民宿のような建物の明かりだったことが分かった。僕たちはそこで道を聞くため車を止めて二人で降りて民宿の中へ入った。中には親切そうなおばさんがいて抜ける道を教えてくれた。お礼を言って車に再度乗り込むと何か聞こえる。んなんだ どっからか音楽聞こえないんあ、ほんとだ。よく見ると民宿の隣に立っている家から聞こえてくる。あの音量は近所迷惑だな、などと言いながらその場を後にした。彼女が言った。でもさ、あの民宿なんかすごい臭くなかったえ、そうだった 俺全然気づかなかった。あんた鼻悪いからね。なんか生臭かったよ、魚みたい。そっか、客用の仕込み中だったのかな。その時だった。目の前を何かが横切った。とっさに急ブレーキ。鹿馬かヘッドライトに照らされて一瞬見えたような気がするが、はっきりとはわからなかった。 しかし、白っぽい何かだというのは見えた。冷や汗をかいている僕に彼女が言った。ねえ、あれ見て。ん、何どうした彼女の指さす前方をよく見た。急ブレーキで立ち込めた土煙が引いて、徐々に視界が開けてきた。あ。 言葉が出なかった。目の前には大きな岩がいくつも転がっていた。きっと落石かなんかがあったんだと思う。でもさっきまでそんなものは見えなかった。山道とはいえ、ここは直線に近かったから見えないはずがない。でもきっとあのまま直進していたら岩に突っ込んでいた。 僕たちはしばらく口を開けてポカンとしていた。その時、車の後ろに人の気配がした。バックミラーを見ると一瞬白い人影のようなものが見えた気がした。こりゃいかんということですぐに元来た道を引き返した。二人ともさすがにただ事とではないということを感じていた。 もうどうしたらいいのかわからなかった。恐怖に引きつりながら進むと、さっきの民宿の明かりが見えた。助かった。とりあえずあそこへ逃げ込もう。あまりの恐怖で髪の毛が全部白くなってんじゃないかと思うくらいだった。そして民宿の前で車を止めた。そんなバカな。 そこは民宿ではなく、僕たちが泊まるはずのペンションだった。よく見ると周囲には普通に民家がある。人の気配も普通にするし、車も普通に走っている。もちろん普通のナンバーの車。しばらく彼女と呆然としていると、ペンションの中から従業員が出てきて誘導してくれた。 当然その夜は気持ちの整理がつかず、二人とも疲れきってさっさと寝てしまった。今では彼女と、あの時は狐に化かされたのかな、と言って笑い話になっている。尋ね人の張り紙。 今から5、6年前の話。夏休みを使って毎年遊びに訪れていた祖父の家は宮崎県の山中にありました。目的は主に川遊びで、森付きや釣りなどをして楽しんでいました。夏といえど、1時間ほど川に入っていると体が冷えてくるので、川べりの岩の上で、 休憩を挟みつつ遊んでいた時のことです。あまり人も来ないような場所だったんですが、気づけば200メートルほど上流に2人の子供がいました。遠目でしたが多分小学生くらいの子たちです。村の小学校は廃校になっているようなところだったので、この村にもあんな小さい子がいるんだな。 と思いつつ眺めていました。ほどなくして彼らは川を登っていきましたが、私が盛り付きをしていた場所は、その川でもかなり上流の方で、来る時も車で山を登ってきたほどでした。親御さんとかが上にいるのかな、と考えながら、私も帰り自宅を始めました。 荷物を置いてある木陰で着替えなどをしていると、一本の木に少し古ぼけた張り紙がありました。張り紙には写真がプリントされており、ラミネートしてありました。写真は母親と思われる女性と、その子供が二人並んでいる写真です。その下にはこの子たちを探しています。 と、短い文章があるだけ。その張り紙を見て気味が悪いと思ったのは写真のせいでした。写真の女性の顔の部分はマジックか何かで黒く塗りつぶされていて、子供二人の顔はヤスリをかけたように薄くぼけていました。かすかに確認できる子供の髪型が、 先ほど見かけた子供と同じ坊主頭で余計気味が悪く感じてしまいました。急ぎ足で祖父の家まで帰り祖父に張り紙のことを聞いてみましたが何も知らないとのこと。小さな村なので子供がいなくなったりしたら耳に入るはずなんですがそうして その張り紙を見た次の年、少し遅めの正月の挨拶をしに祖父の家を訪れました。お酒を交わしながら祖父と話していると、例の張り紙の話になりました。お前が言ってた張り紙みたいなもん見つけたんで取っておいたぞ。と言われて、一枚の張り紙を差し出されました。 なんで取っておく必要があるのか、とは思いましたが、好奇心があったのも事実だったので、また拝見しようと受け取りました。一目で前回見た貼り紙との変化に気づきました。この子たちを探しています、と書いてある文字の上から赤い字で、見つかりました、と上書きされていました。 あまりの気味の悪さに、その張り紙は知り合いのお寺の方に無理を言って預けてきました。これを一人で取ってきた祖父の鋼の精神力にも恐ろしさを感じましたが、いたずらにしてはあんな人気のない場所でする必要はありませんし、かといって本当に人探しだとしても、 山奥の一本の木に張り紙をする必要もないと思います。これと言って実害などはありませんでしたが、あれは何だったのか、今でもたまに思い出しては鳥肌が立ちます。穴の周りの老人たち。 友人と二人で車でスキー旅行へ行った帰り、真夜中三時過ぎ、東北のとある村を近道して通り抜けようと車を走らせていた。土地勘がない上、街灯のない真っ暗な道で二人ともかなり不安だった。両脇の畑は雪で真っ白だった。 と、不意に脇から松明を持った老人が何か叫びながら私たちの車に向かってくるのが見えた。老人の表情が尋常でないのが怖かったが、何を言っているのか聞くことにして、車を止めて窓を開ける。方言で聞き取りにくかったが、怒った口調で先へ行くなと言っているようだった。 しかし、今から来た道を戻る気にはなれなかったので、どうしてこの先へ行けないのかと聞いてみた。老人は、この先に行くなの一点張り。でも、こちらも意地になって、窓を閉めて無理やり車を発進させた。すると、またその先で、松明を持った別の老人が、 雪原から現れた。同じことを言われるのが嫌だった私たちは車を止めず行き過ぎました。ところが今度はいきなり道がなくなっているのです。急ブレーキを止めた車のヘッドライトの光線は何も照らし返すことなく、本当に漆黒の嫌 何事かと思い二人で車を降りて見た光景は信じられないものだった。すさまじくでっかい穴が雪原に開いている。その穴はクレーターのような形で、穴自体には雪がありませんから、昨日今日できたような感じです。穴の底には鳥居が建てられていて、鳥居の周りで、 松明を持った数人が何やら儀式らしい動作をしている。二人とも同時にこれはまずいと感じて大急ぎで車に乗り込んで元来た道を戻った。道の途中で十数人の老人がこちらを睨みつけている横を通り抜けるときには本当に冷や汗が吹き出た。 山を一つ越えて街灯の灯った街の中へ入った瞬間、友人と自分はやっと口が聞けるようになった。後日、あの穴は何だったのか確認しようと、昼間同じ村へ出かけたのですが、穴はなくなってて、道も全く途切れていませんでした。ただ、 ゴルフ場を作る工事の告知の看板だけがそこにありました。こけしの話。こけし、もしくは青山の話。ものすごく田舎の僕の地元の友達で親の病院をついで、 産婦人会になった奴がいる。仮に、青山としておく。青山とは小学校、中学校の頃の同級生だった。勉強ができたし、悪い奴ではなかったが、ちょっと変わったやつで、なんというか、天然系で、オカルト大好きなやつだった。オカルトが大好きで、男子の中では、ちょっと浮いている存在だった。 中学二年くらいのある日の放課後、教室に残っていると、僕と数人のクラスメートに、そのオカルト大好きの青山が話しかけてきた。なあ、お前らよ、こけしってなんでこけしっていうか知ってるかこの名前の由来はな、昔飢饉の時とかに、口べらしで生まれたばっかりの子供を殺して、 その異例のために作られた像なんだぜ。つまり子供を消してこけしっていうわけだな。と、いわゆるおなじみのこけしイコール子供を消すという説の話を僕たちに振ってきた。ネット上で今ではその説は完全にガセだと広がってきたけど、当時の僕たちはそんなことは知らないし、こけしは 地元の特産の工芸品でもあったので、へえー、とうなずいて聞いていた。青山が続けた。でさ、俺んちって産婦人科やってるじゃん。だからうちで赤ん坊を一人打体するたび、一体ずつこけしを作ってもらって祀ってあるんだ。もうそろそろその部屋から溢れるくらいの数になるけどな。 その話を聞いた僕は思わず想像して身震いしてしまった。でも他の友達が面白がって見てみたいというので、青山の家にこけしを見に行くことになった。青山の家は委員の部分と居住部分に分かれているんだけど、居住部分のうちの一部屋がこけしを祀っている部屋で、 その部屋はまさにけしに埋め尽くされていた。僕の記憶では部屋は8畳くらいの広さで、けしのお数はざっと見て200以上はあったと思う。最初は面白がっていた友人もその光景に引いていた。しかし、そんな僕たちを尻目に青山は、 ああ、このこけしは、A 組の鈴木さんが去年の夏休み、子供をおろした時作ったやつだぜ。などと、危機として説明していた。僕たちは、おとなしく、青山の話を聞いた後、帰宅した。その後、僕は中学を卒業し、高校大学を出て、地元から離れて、県庁所在地のある市で就職した。 社会人になって十数年経った頃、遊びで女の子を妊娠させてしまった。僕にも相手にも結婚する気はなかったので、僕たちは親にバレる前に打退しようということになった。しかし、近場の産婦人科だと知り合いに見られるかもしれない。そこで僕の頭に浮かんだのは、 青山の実家の産婦人科だった。幸い、僕の実家も地元から引っ越しているし、今でも友達付き合いをしている奴はそこに残ってない。それに、あそこは青山が後を継いで委員長をやっているはず。僕は古いアドレス帳を調べて、青山に連絡をつけてから、その次の休日、 相手の女の子を連れて、青山の実家の産婦人科へ向かった。そうして、青山の家に着いた。居住部分から中に入れてもらうことになった。中学の頃来た時には感じなかったが、ひどく陰気な雰囲気を醸し出していた。これから自分の子を殺すという、 僕自身の気持ちがそう感じさせたのかもしれないが、青山に招き入れられ家に入ると玄関から廊下に無数のこけしが見えた。僕が、このこけし、とつぶやくと青山は、ああ、繁盛してるおかげでこんなに増えちゃったよ。どこの部屋にも入りきらずにこのありさまさ。 そろそろ部屋を増築しないとなぁ。と笑っていった。連れの女の子は、おびただしい数のこけしと青山に怯えていたが、なんとかなだめて、そのまま処置してもらった。ちなみにその後、この女の子とは会ってない。さらに数年後、中学の同窓会が地元で開かれることになった。 僕は行く気がなかったが、口の軽い青山が、もしかしたら子供を下ろしたことをペラペラ喋るかもしれないと思い、口止めをする意味で参加することにした。しかし、同窓会に青山は参加していなかった。まだ地元に残っている奴に聞くと、一昨年交通事故にあって、 大怪我をしてから会ってないということだった。そして、どうやら産婦人科も閉じたらしい。翌日も休暇だったので、同窓会の後、ビジネスホテルに一晩泊まって、翌日、青山の家を訪ねることにした。事故に遭ったという青山は、意外にも、 以前と変わらぬ調子で僕を迎えてくれた。ついでに家中に溢れているこけしも相変わらずだった。ただ一つ、青山の両腕が失われているところだけが違っていた。両腕を切断しなければならないほどの大きな事故だったそうだ。現在は、 ヘルパーと母親に身の回りの面倒を見てもらって生活している、とのことだった。両腕を失った姿が、まるでこけしみたいだったので、僕が青山にそう告げると、青山は少し笑って語り出した。いつかさ、こけしっていうのは、まびきされた子供の異例のために作られたって話したじゃん。 あれって本当は違くてさ、口べらしで子供を何人も殺してきたサンバが、罪の意識で自分の両腕を切り落とした姿がモデルらしいよ。両腕がなくなれば、もう子供を潰さなくても済むってな。だからお前の言う通り、俺はまさにこけし人間なのさ。俺もこの状態じゃ。 腹の子の処置なんてできないからね。それを聞いて僕は後悔した。うーん。でも、こけしが子供を消すって意味のこけしっていう説自体、昭和の中頃以降から出てきた都市伝説みたいなもんだよ。その頃にはこけしって名前が定着しだしたみたいだし、お前の言う説はどっちもガセだよ、ガセ。 僕がそう言うと、青山は一言、そうなのか、と言ってつまらなそうにしていた。僕はお土産に僕の子供を堕胎した時作ったこけしをもらって帰った。それから定期的に背中におぶったぐちゃぐちゃの肉の塊に、お父さんと呼ばれる夢を見るようになったことと、 疲れた時など、視界の隅にその肉の塊の幻を見るようになった。その他には異常はない。青山はこの翌年亡くなった。事故の後遺症らしい。あの家では青山の母親が、戦隊近いこけしと一緒に今でも住んでいるらしい。 白い家。昔、小学生だった頃、通学路の途中に白い家があった。木で作られたログハウス風の建物を白く塗装したような家だった。僕の家はかなり田舎にあって、朝は近所の子たちと集団登校していたが、 帰りはそれぞれバラバラに帰っていた。僕の家は同じ方向の子供たちの中でも最も遠い場所にあり、最後の子と別れてからさらに1キロほど歩かなければならなかった。その白い家はその間の場所にあり、自分は毎日下校時その家のすぐそばを横切っていた。 白い家からは時々ピアノの音が聞こえていたが、その家に誰かがいるのを見かけたことはなかった。しかし、小学3年生になってしばらく経った頃、その家の窓から一人の女性が窓の外を眺めているのが見えた。当時の自分がお姉さんと感じたぐらいの見た目だったので、 おそらくは中学生か高校生ぐらいだったと思う。小学生らしく、僕はお姉さんを見かけるたび、さようならと挨拶をしていた。お姉さんは僕に気づかない時もあったが、気づいた時は優しく微笑んで手を振ってくれていた。しかしある日、ふと気になって、 あの白い家には誰が住んでいるのか両親に聞いてみたところ不思議そうな顔をされた。確かにあの場所にはログハウス風の一軒家があるが白く塗られてなどいない。そもそもあそこに住んでいた人は10年以上前に引っ越していてあの家は今は誰も住んでいないのだと もしかしたら近所の子が秘密基地で使ってるのかもしれないな。と両親は言って、一応その僕が見たお姉さんの特徴を教えてくれと言われた。髪の毛が長くて明るい色だというのと、肌がすごく白くて綺麗だという特徴を伝えたが、両親はそんな子いたかなと首をかしげた。 それからしばらくして、ある日、祖父からお守りを手渡された。例の白い家とお姉さんの話を両親から聞いたらしく、昨年旅行に行った時、大きな神社で買ったものだと言われた。もしお前が見ていたお姉さんがお化けだったら怖いだろう。念のため持っておきなさい。 などと言われたのを覚えている。しかし、祖父も両親も子供特有のイマジナリーフレンドのようなものだと思っていたんだろう。自分もお姉さんが幽霊だとは未人も思っていなかった。実際、お守りを持ち歩くようになってからもお姉さんのことは見ていたし、その家も白く見えるままだった。 しかし、それからさらに月日が経ったある日、白い家からピアノの音の代わりに歌声が聞こえてきた。いつも聞こえていたピアノの曲とメロディーは一緒だったので、多分ピアノで弾いていた曲の歌なんだと思う。でも、その歌詞は昔の言葉のようでよくわからなかった。 少し立ち止まって歌を聞いた後、窓の方を見てみると、やはりお姉さんがいて歌を歌っていた。しかし、いつものお姉さんと一つだけ違っているところがあった。髪の毛が真っ白になっていた。それに驚いて立ち止まって見ていると、歌い終わったお姉さんが僕に気づき、 いつもみたいに優しく微笑んで手を振ってくれた。そこでハッとなって僕もいつものようにさようならと返した。その日以来白い家からはピアノの音は聞こえなくなりお姉さんも見かけなくなった。そうして僕が高校を卒業するくらいの頃、 その家は取り壊された。もともと住んでた人がまた住むこともあるかもしれないとそのままにしていたらしいが、結局使わない上老朽化も激しいので取り壊すことを決めたらしい。自分には結局その家は最後まで白い家に見えていた。そして取り壊される際、 祖父が思い出したように、まだ白い家に見えるのかと聞いてきた。自分はお姉さんが見えなくなった時のことと、家自体はまだ白く見えることをかいつまんで話した。最後の日のお姉さんの特徴を聞いた時、祖父は少しだけ険しい顔をした。そして、白姫様に似てるな。 まあ見えなくなったならよかった。と言った。白姫様。近所の神社に祀られている白い髪の毛のたたり神だそうだ。随分昔から祀られているらしく、由来など詳しいことを知っている人物はもういない。ただ、たたり神と聞いてもピンとこなかった。 お姉さんに怖いとか悪いという印象がなかったからだ。多分長いこと祀られているうち、いろいろあってたたり神として祀られるようになったんだろうと僕は思っている。降りてください。 会社の同僚と怖い話をしていたら、同僚の一人が自分の嫁さんが幽霊と間違われたと話し出した。新婚当時鎌倉に住んでいたが、奥さんが大船から一人でタクシーに乗って自宅に帰ろうとしたら、自宅の近くで運転手が急に怯え出して、 お客さん降りてください。お台はいりませんから。と言い出した。彼の家は高台で、その坂の下だったので、夜遅いし危ないからと言っても、嫌がって無理やり降ろされてしまったという。白い服を着ていたからかな、と笑いながら話す同僚。僕も面白半分に、 奥さん髪の毛長かったとか雨の日でぐっしょり濡れてたとかなどと言ったがよく晴れていたとのこと。へえ、なんて気の抜けた話をして話題を変えようとしたらその同僚が。そういえば家にタクシー呼んでも断られたな。っていうか自宅に帰るとき2回に1回は乗車拒否されるし。 と言い出し、場の雰囲気が一変した。鎌倉といえば、やばい場所が多発するところ。タクシーが行きたがらないといえば、地元の有名なスポットの可能性もある。新婚当時、初めて借りた場所は、モノレールの S という駅から10分ほどの大きな公園の隣。この公園が、 昼なおうっそうと茂る山林で、道に迷う人も続出する場所。そこの高台に家を借りていたという。へえ、見晴らしがいいの五階からだと遠くまで見えるよ。ああ、マンションか。でも鎌倉で珍しいね。いや戸小建ての五階建てというか洋館 下宿何それいや、ただの貸し屋。でも5階建て全部ってありえないでしょ二人で住むんでしょまあ安くてお値打ちだったから。貸し屋は結構値段もするし、ましてや5階建て。しかもフィンランド式のサウナと屋上まであるとのこと。シェアでもしなくちゃありえない。 一体賃料はいくらなんだそう尋ねると同僚からは、13万、と返ってきた。いや、それ普通は借りないよ。値段ありえないし。と言うと、でも不動産屋が人気物件って言ってたし、とのことだった。確かにその同僚は変わった人ではある。 何でも子供の頃から転勤が多くて、お墓のそばに住んでいて、お墓の近くが落ち着く、などと言っている人なのだ。タクシーの話は、引っ越しすぐの頃、飲み会で深夜奥さんが帰る際、まだ場所がはっきりわからないので、乗りながら誘導していって、目的地が高台の洋館だとわかったら、 運転手の目の色が変わって降ろされたそうだ。そして奥さんは入居して3日目には、気味が悪いから引っ越したいと言い出したそうだ。それにしたって5階建てはすごいなあ、というと、同僚は、正確には螺旋階段上に1部屋ずつ回るように作られていて、5部屋みたいなもんだから、 対して大きくない、と弁明した。僕は、それって風水的に非常にまずいんじゃないか、と思った。その家、なんかやばいこととかなかったラップ音とかさ。いや、ないけど。本当に何もないうーんー、そういえば、真夏なのにクーラーがいらないくらい涼しかったな。 同僚は真冬でもワイシャツ一枚で仕事するほど暑がりの人だった。そんな人が真夏にクーラーをかけないって、それはやばすぎるんじゃないだろうか。でもまあそんなこんなで何事もなく過ごしたある夜、同僚が奥さんに言ったそうだ。おい、見てみな、綺麗だよ。 奥さんが同僚のもとへ行って一緒に外を眺めると、家を取り囲むようにふわりふわりと人玉のようなものが浮いていた。奥さんは反響欄になって結局3ヶ月でその家を出た、と残念そうに話す同僚だった。引っ越しの際、離れたところにあるご近所さんに聞いたら、 その家が建っている土地は昔処刑場だったらしい。地元のタクシーはみんなその家に行くことを嫌うそうだ。まあこれまでずっと空き家だったはずのそんな屋敷に、深夜若い女の人が行こうとしたらタクシーは逃げ出すよな、とみんなで大笑いした。すると、 上司がぽつりと言った。でも人玉って土葬のやつだから100年前じゃもう出ないんじゃないのそう。人玉の正体は人体のリンが燃えているものという説がある。リンが燃えるはずだから最近の死体じゃないと、と思ったが、その家の近くに墓地はないそうだ。 みんなそれ以上考えるのをやめて、その敷地にもしかして最近埋められた人がいて、それが人玉になったんじゃないのというオチとなった。そんな場所に住んでいて、何かたたりはなかったのだろうかと考えた。そこで思いついたんだけど、その同僚、ここ最近異様についてなかった。 大病したり、去年は通勤電車で人と軽くぶつかって、足の小指を複雑骨折して、完治に一年もかかった。やっとこの間完治して、一週間せず、今度は階段から落ちて小指を折ったり、腕の肘を粉砕骨折したり、足にひびが入って、また入院したのである。今現在もギプスをつけて通勤している。 彼の隣の人は原因不明のぎっくり腰で一週間欠勤したりといいことがない。お払いでもするべきと忠告したんだけど、今後何が起こるのか考えると怖い。床下の井戸 限界集落の古民家を購入した。都会の喧騒と慌ただしさに嫌気がさして、人の少ない田舎に住もうと思ったからだ。分泌業で食べていけるし、精神と健康な肉体を犠牲に貯金もできたから、田舎で過ごすことを決めた。 一番近くの隣の家まで数百メートルあって、裏手は山になっている、静かなところだ。引っ越して一月くらいは、ひたすらに寝ていた。暗くなると布団に潜り込んで、夜明けまでひたすらに。昼寝も数時間はしていた。そんな感じで、 一月くらい経つと体調も良くなってきたのか目覚める時間が早くなってきた大体いい空が白み始めるくらいに目が覚めるようになって寝起きも快調さらにもう一月ほど経つと分泌作業ができるようになってきたそれまでは気絶するように眠っていたのだが体調が良くなった結果 いくらか眠りが浅くなったようだ。だが、夜中に物音で目が覚めることが増えてきた。床下で、カリ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 、と何かをひっかくような音が聞こえる。硬いものをひっかいたりしたような音。しばらくは、 何かの野生の動物だろうと考えて放置しようかと思っていた。しかし柱や床材をかじったりひっかいたりされているのだとしたら困ってしまう。夜中の物音が聞こえ始めてから数日後、床下を見て回ることにした。家の裏手側、地面との境目近くの外壁の一部に、 穴が開いていた。成人男性でも何とか通れそうな穴。懐中電灯片手に潜り込んでみる。寝室の真下あたりに板で囲われた場所があった。よく見ると囲いの一部も外壁と同じように一部に穴が開いている。おそらくは 囲いの一部だったであろう板の残骸が内側に落ちていた。厚さ一センチ程度の板で囲われた中には井戸があった。蓋のされた井戸。囲いの中に潜り込んで井戸を照らしてみる。井戸の蓋にはびっしりと爪か何かで引っかいたような跡。小さな人の手が引っかいたような そんな跡が残っていた。そう思った瞬間、聞こえてきた。かリかり、かり。硬いものをひっかくような音、井戸の中から聞こえてくるのかと思った。でも違う、くぐもった音ではない。怖くなった。急いで逃げようと振り返ろうとしたとき、 囲いの内側が目に入った。そこに見えたのは大量のお札。囲いの内側には隙間などないかのようにびっしりとお札が貼られていた。恐怖に駆られつつも周囲を照らしてみる。お札がないところなど僕が通ってきた穴しかなかった。 床板にも隙間なくお札が貼られている。ガクガクと震えて言うことを聞かない足を叱ったして囲いから何とか出た。その後はもう限界だった。とにかく急いで家から離れたい。不気味な床下の音が耳から離れない。財布一つを持って車に乗り込んだ。しばらくは車を走らせて、 目についたコンビニの前で車を止める。無機質な明かりが今は嬉しかった。少し落ち着いてきた頭でさっきの出来事を思い返す。井戸の外に引っかいたような跡があったのなら、あのガリッガリッという音はやはり井戸の外にいたんだろう。そこは別に構わない。いや、 かまわなくはないのだが、問題なのは井戸を囲っていたお札だ。順番がおかしい。何かはわからないが、あの場所に封じられていたと考えるのが普通だろう。だから、音の発生源が井戸の中ならわかる。外に出ようとして井戸の内側を引っかくなら話は簡単だ。井戸に封印して、 さらに周りをお札で囲ったならば何の疑問もない。だけど、井戸の蓋にはお札がなかった。そして周囲一面にびっしりと貼られていたお札。おそらく囲いを作った人物が貼ったのだろうとは思うが、貼った人物はどうやって外へ出たんだろう。隙間なく貼られたお札。床板にもびっしりと。 囲いの中を一回り照らした時には誰かの痕跡はなかった。爪痕以外は。再び車を走らせる。街の明かりと喧騒が恋しい。数日後、この話に興味を持った友人と再度この家に戻ってきた。二人で井戸を見に行った。 囲いの一面が壊れていた。木片はすべて内側に向かって散乱していた。井戸の蓋はずれていた。というか開いていた。井戸にもたれさせて置いてある。内側に引っかいた跡はなかった。井戸の中は何もなかった。埋められていて目の前に地面があった。怖かったが、 友人と一緒に家に一泊。何もなかった。静かな夜だった。悩んだが、友人も一緒に住みたいと言うし、結局、この家に住み続けることにした。よくわからないうちに問題は解決したと言えるのだが、そんな中でわかっていることは、あれは、井戸の中にはいなかった。 ということ。誰が、何が、なぜ。何もかもわからなかった。何だったのかは知りたくもなかった。キャンプの会。長野でキャンプをしていた。 テントで三人で寝ていたんだけど、夜中の四時頃目が覚めたんだ。僕は端っこで寒かったし、しばらく寝つけなくてぼーっとしていたら、反対側の入り口のところのテントとフライの間に何かがいる。黒っぽい塊。かすかに空が明るくなってきて、なんとなく見える。 向こう側はゴミを置いていたので、猫でも来たのかな、と思っていたら、その塊がテントのジッパーを下からジーっと開けた。あまりにもびっくりして固まっていたら、その塊に位置的に一番近いところで寝ていた友人と目があった。 寝ていたと思ったけど起きていた。彼は口と目を見開いてガクガクと震えている。でも体は動かない。金縛りみたいだった。そこへ黒い塊がテントの中へぬーっと入ってきた。僕は玉げて大声を上げて枕元のヘッドライトをそいつに向かって照らしたんだ。その瞬間、 塊はヒュッとテントの外へ消えた。怖かったから全員で起きてテントの中でご飯を食べたんだけど、例の塊に一番近いところで寝ていた奴の怯え方は普通じゃなかった。僕が見たのはただの黒い塊だったけど、その彼は腐った人間の顔の周りに 髪の毛や指が絡みついたようなものが見えたんだって。僕たちは怖かったけど、次の日もそこで寝た。もう何にも起こらなかった。後日、そのキャンプ場の小屋で、不乱したバラバラ死体が出たのをニュースで見た。あれっきり何も起こらなかったけど、怖い体験だった。 黒い人形。これはまだインターネットが発達する前の話。会社の上司がいきなりかなり遠方にあるお寺へ、今からこれ届けてきてくれ。と紙袋を持ってきた。何ですかいきなり。と文句を言うと業務命令だと言われた。 電車賃を出すからと言われて時刻表を開けてみると、そのお寺に一番近い駅に着くのが夜になる。宿泊費は出るんですかと言うと上司はそれを認めてくれた。しかし、駅は時刻表でかなり細い字で書かれている。 その規模の駅近辺に宿があるかどうかはわからない。上司がその寺に電話をして宿の有無を聞いていたが、寺に泊まって構わないと言ってもらえた。早速出発して何時間もかけ酔いの口についた。駅員に寺への行き方を確認すると、道なりにまっすぐ、 一時間弱かかるそうだ。道に出ると、軽自動車に寄りかかった若者が、ぼーっと改札口に向かって立っていた。道はかなりきちんと舗装されていた。周囲に民家はなかったが、街灯は充実していた。一本道、信号はなし、走っている車もなし、 通行人は進行方向の街灯の下に誰かがうずくまっているのが見えた。んと思いながら歩いていると、それは人ではなかった。人形なんだろうか。僕の人生で一度も見ない種類の人形で。例えるならば漫画の名探偵コナンに出てくる真っ黒表記の犯人が、 現実に出てきたという感じ。今まで見たどんな素材の質感とも違う。人形は道路側に顔を向けているんだが、真っ黒で顔や髪の毛や服がない。まあ人形だ。靴紐を結んでいるポーズだった。ふーん、と思って通り過ぎると、 また先の街灯の下に人形があった。今度は赤ちゃんを抱っこしている大人。また先にはベンチがあって座っている人形。などなど全部で5体見かけた。なるほど。最近は先端アーティストが田舎に作品を置いて村おこしに尽力してるんだな、と納得した。 そうこうしているうち、寺に着いた。住職が歓迎してくれて、荷物を受け取ると、すぐ晩ご飯を食べさせてくれた。奥さんも息子さんも歓迎してくれたが、息子さんはさっき駅で見た、軽トラに寄りかかっていた若者だった。迎え行ったんですけど、すれ違っちゃったようですね。 などと話をしている中で、あの道の人形って何ですか村おこしですかと質問したら、みんなパタッと口を閉じた。住職が、触りましたかと聞いてきたので、いや作品に触れちゃいけないのは常識じゃないですか。と答えると、またすぐ笑顔になった。まあ、 朝には消えてますんで。住職の言葉通り、翌朝息子さんに駅まで送ってもらった時には、人形は一体もいなくなっていた。小さな箱。知り合いの話。 一人で夏山に入り浸っていた時のこと。ある夜、テントの外で、ひゃっ、ひゃっ、と動物の鳴き声がする。チワワのような鳴き声だな。そう思い顔を出したが、子犬の姿など見当たらない。代わりにテントの前に鎮座していたのは、何の変哲もない。 小さな箱だった。一辺が十センチくらいの水色の小さな紙製の箱。見つめていると箱が小さく飛び跳ね、ひゃっと鳴き声を上げた。なんだなんだ思わず駆けよりしっかと箱をらえて蓋を開けてみる。空っぽだった。 ほこりひとつ入ってない。かすかに発火の香りがした。尺然としない彼は蓋を閉め直してもう一度放置してみた。しばらくすると小箱は再びヒャッと飛び跳ね出した。確認したがやはり何も入ってない。蓋をせずに放置すると今度は いつまで経ってもうんともすんとも言わない。蓋を戻すとまた不定期に泣き始める。なんとも滅用な。しかし明日も早い。いつまでも相手をしていられないのでほったらかして寝ることにした。豪坦にも子犬のような吠え声を枕に彼は寝入ったのだそうだ。 それから四日ほど山にこもっていたのだが、夜になると小箱がついてくる。やかましいといえばやかましいが、気にならないといえば気にならない。最終日、なんとなく愛着が湧いた彼は箱を家に持って帰ることにした。ベッドサイドに置かれた箱は昼間は決して吠えなかった。 夜になると、時折控えめに、ひゃっと吠えていたという。食費もかからないし、散歩も必要ない。ただ愛嬌がないし、こちらに反応するわけでもないから、ペットには不向き。というのが彼の評価だった。残念ながらその箱はしばらくして、事情を知らない母親に、 ゴミとして捨てられてしまったらしい。誰かに拾われていりゃあいいけどなあ。でも吠えるゴミなんて、やっぱり誰も手を出さないかもなあ。彼はそう言って苦笑していた。風葬の縫え塚。昔。 秩父のとあるダム郡のあたりに、いつざミという村八部にされた三個ほどの集落があった。その人たちの間では、法律によって禁止される昭和初期の頃まで、風鎖が行われていた。遺体を風鎖する洞窟には、ヌエというものが住みついていて、遺体の肉をきれいに食べて、 骨だけにしていると言い伝えがあるそうだ。そうしてその骨を洗って壺に入れて洞窟に収めるという風習だったらしい。日本が高度成長期に入る頃、父が住んでいる地元で戦時中使われていた近くの防空壕から気味の悪い規制が聞こえてくると噂が広まった。 ある時、地元の若い男たち三人が酒を飲んだ勢いで、その防空壕へ肝試しに入った。男たちが戻ってくると、得体の知れない大きな獣の死骸を持ち帰り、これが化け物の正体で、俺たちが退治してやったと、地元民に勇ましく見せびらかしていた。だが、その数日後、 その獣に直接とどめを刺して殺した男が突然亡くなった。そして、葬儀が行われ、仮装された男の遺骨が、なぜか全く残らず、すべて灰になってしまい、結局それで、たたりだ呪いだのと、噂や騒ぎが大きくなり、揉めに揉めていたら、それを見かねた土地の有力者が、 火葬炉の火の調整の不手際によって起きたのが原因で、これはたたりではないという事情を説明して、遺族にお金を渡して騒動を収集させた。だがその後、土地の有力者は防空壕のそばに例の獣の魂を沈める小さな塚をひっそりと祀っている。 地元民はそれをぬえずかと呼んでいたが、その塚がダムに沈んだ後でも、公の場でその話をする人はいなかった。この話を父が亡くなる直前に聞かされて、私はよくある迷信の類だと思い、本気にはしていなかったが、父が高いし、葬儀の最中、あることに気がついた。 私は、父方の身内や親戚の葬儀で、骨上げをしたことが一度もなかったのだ。今日も、お中土の伝説って、一番メジャーなのは、やっぱり、吉経だろうと思うが、 現在住んでいる四国の某地方にも、落ちうど伝説と、それにまつわる怖い話がある。落ちうどは、源平合戦の時、壇の裏に沈んだと言われる幼少の天皇なんだけど、実は彼は生きていて、自分たちの地方を過ぎ、さらに海を渡って南方へ向かったという伝説だ。 天皇とその一行が、集落の菩提寺に泊まった時、お礼として書きためておいた経文を当時の住職に渡した。そのようないわれのあるものが、未だに寺に残っているんだけど、経文はところどころ虫食いになって穴が開いている。だがこれは、 実際虫に食われたわけではなく、一文字を小刀で切り取ったように、四角い穴があちこちに開いているものだ。どういうことかというと、まともな薬も医師もなかった時代に、病人が出た家の者が住職のところへやってくると、住職はうやうやしく、教文から一文字を切り取って与えたというのだ。 そして病人は念仏を唱えながらその字を飲み込む。現代の医学で考えると、プラシーボ以外の効果はないと思われるが、それでも治る人もいたんだろう。それで怖い話というのは、江戸の初期頃ではないかと思われるが、ある漁師の家に病人が出た。 病人は、漁師の高齢の母親で、寺から教文の文字を切ってもらって飲ませたものの、一向に良くなる様子はない。ところで、その教文には、切ってはならない字、というのがある。それは、この教文を書いたとされる、天皇の名前である二文字だ。この二文字だけは、 切り取ると立ちどころに良くないことが起きるという伝えが長い年月のうちにできていたようなんだ。ところが母親が明日をも知れぬ様態となった漁師は万一二との望みをかけ寺の台所に忍び込んでわざとその二文字を切ってきたという。そしてそれを母に飲ませた。 すると、にわかに母の具合が良くなってきたように思える。漁師は喜んで、母親をむしろを避けて隔てた難度に寝かせておいた。その晩のこと、バシャン、バシャン、という水の音で漁師は目を覚ました。音は、 母親が寝ている南戸の方から聞こえるようだ。そこで起き上がってむしろをまくると、漁師はあっと驚いた。狭い南戸の中は水浸しで、母の姿はなく、六尺を越す白いイカともタコとも判別のつかない生き物がのたうっていたのだそうだ。その生き物は、 明かりが差したのに気づいてか、呆然としていた漁師を押しのけると、のたくりながら海へと向かっていったという。母親の姿はどこにも見つからなかった。九段の箱。 もう二十年くらい前になるかな。ある日、実家の父から電話があった。先日、祖父の法要で父の実家の田舎に帰った時、仏間で面白いものを見つけたから見に来いという。実家まで車で三十分くらいだし、僕は早速行ってみた。父は、 他の家族の目をはばかるように、僕を手招きすると奥へ向かった。そうして、宅の前に座ると、古そうな木の箱を取り出した。顎をしゃくって、開けてみろ、という動作をした。僕は容量を得ないまま、蓋を取った。正直、それを見た第一印象は、うえ、なんだこれ。 といった感じだった。箱の中に入っていたのは、体長20センチくらいの、猿の赤ん坊のミイラだった。すでに目玉も鼻もなく、ぽっかりと穴が開いているだけ。剥き出しの口にはギザギザした小粒な歯が生えているので、かろうじて人間とは違うなと思う。ただ、 猿とも少し違うような。何これ僕は父に尋ねた。父はニヤニヤしながら、わからん、と首を振った。祖父の部屋には昔からおかしなものが結構あったそうで、なんぞ面白いものでもないかとあさっているうち、天袋の中から見つけたそうである。それを、 黙って持ち出してきたらしい。僕も父もこういった賃品は大好きだったけど、それにしてもこれはあまりに薄気味悪くまがまがしかった。箱の面には何か札のようなものが貼ってあったが、文字はもうかすれていて読めなかった。その日は結構な時間実家にいてそれから帰ったが、 翌日から僕は体調を崩した。熱があるというわけでもないのに体が重くてほてっていた。何をするのも億劫だった。仕事も休んで部屋でゴロゴロしていた。翌日もそんな感じだったので、また仕事を休んだ。そこへ実家の父から電話がかかってきた。 お前、体異変ないかと尋ねてくる。ひどくだるそうな声だった。僕が状況を説明すると、父も同じ状態らしい。僕の頭に、あのミイラの姿がよぎる。そんな状態がだらだらと幾日か続いた後、再び父から電話があった。 父のところにおじさん、つまり父の兄から電話があったそうだ。あのミイラを持ち出したことがバレた。電話口で鼓膜が破れそうになるほど怒鳴られたそうだ。すぐにあれを持って戻って来いとおじさんは言う。あれを見た僕も一緒に。僕と父は重い体を引きずって、 姉の運転する車で父の距離へ向かった。到着すると僕たちは再びおじさんに散々小言を言われた後、今度はおじさんの運転する車で段下になっている菩提寺へ向かった。おじさんはあの箱を脇に抱えていた。車内で父はあのミイラのことを尋ねた。 あれは一体何なんですかと。おじさんはぶっきらぼうに、あれは九段だ、と答えた。九段ってあの、生まれてすぐ予言をして死んでいく牛の妖怪か何でも数代も前のこの家の当主の嫁が産んだと伝えられているらしい。病死だったのか、 あまりに醜いのでまびいたのかはわからないと言っていた。また嫁もその子を産んだ時亡くなってしまったとも伝えられている。随分と昔の話らしいが、これから行くお寺の記録に数行だが残っているそうだ。その後、箱と僕と父はお寺でお経をあげてもらった。つまり、 あの箱の中身は人間ということになる。普段としたのは人間と明言するのを避けたかったからではないか。そして、あれは絶対に持ち出してはならないもので、毎年、決まった日に菩提寺でお経をあげてもらうそうだ。ちょうど数日前がその日だったが見つからない。おじさんはもしやと思って、 父に電話したのだった。おじさんが言うには、お前らのおかげでお経をあげてもらえず、九段がたたったんだ、とのことだった。あのまま放っておけば二人とも死んでいたぞ、とも言われた。レイザンの猿。 四国ではあまり全国的に有名な心霊スポットがない。頂上常現象が起きてもほとんど噂にならないのです。仕事がてら、地域のご老人に話を伺うことが多く、みんな様々な不思議体験を語ってはくれるんですが、皆さん口を揃えて、タヌキに化かされたんだ、と言います。 不可解なことがあっても自然現象だと納得する。不思議なことなど何もない。そんな国民性があるように思います。祖父が亡くなった次の年の夏、山開きの日と同時に霊峰、四国では有名な霊山に登ってきた。亡くなったじいさんが、 毎年熱心に参拝していたので、後を継いで私が行く運びとなったのだ。当時付き合っていた彼女も行きたがっていたが、初日は女人入山禁止ということでお留守番していただいた。祖父の遺品には参拝札みたいなものがあって、何回訪れたのか、 というのがわかるようになっているのだが、曾祖,祖父の頃から続けているらしく、ふもとで札を奉納すると、今年で64回目とのことだった。スワーバスで来ているわけではないので、移動には時間がかかる。最低2日必要な日程だったが、宿泊費も惜しいので、 中腹の山小屋へ泊まることにした。山小屋といっても管理者が一人いるだけの簡単な休憩所で、広さは四畳ぐらいしかない。おまけに何か臭い。初夏の蒸し暑さとやぶかにうんうん言いながら寝ていると、深夜いきなりドーンという音がして飛び起きた。 続けて、地響きのような音が聞こえてくる。飛行機か何かですかと管理者のおじいさんに尋ねると、山ではよくあることだよ、とのことだった。それでも私がしつこく食い下がると、まともに何度も聞いたら寿命が縮む。はよ寝れ。と言われて、慌てて目をつぶった。 次の日、日が昇る前から立つことにする。管理者のおじいさんは朝はやめとけと言うが、私が正午までに昇って下山したいという胸を伝えると、猿に気ぃつけろ、とだけ念を押された。しばらく歩くと、高さ100メートル、角度は70度を超える崖に着いた。 ベラうに高い、下から見上げるだけでめまいがする。そこには二本の長い鎖が打ち込まれていて、それだけを足場にして登れというのである。実際祖父に連れられて何度か来たことはある。いつもはうかいルートを通っていたが、今年こそはと若さゆえの過ちか。 鎖場のルートを選んでしまった。朝露で鎖が湿って滑りやすい。宿くしながら半分くらい登った頃、足元で、おーい、と呼ぶ声がした。うっかり下を見てしまう。霧でよくは見えないが、高さで頭がクラクラする。 もう一度足元で、おーい、と呼ぶので、返事をしようとした。だがその瞬間、背中がずしっと重くなった。体全体がガクンと揺れた。何かが背中にしがみついている。私を落とすつもりか、背中に乗ったそれは体を揺すり始める。 続けて頭に巻いている絞りをぐいぐいと引っ張り始める。こんな体勢では振り向くこともできないが、確かに腰に絡みつく毛深い足が見えた。猿この高さで落ちてはただでは済まないだろう。鎖の隙間に手、足としっかりはめ込んで、 何とか振り落とされないようにする。下で怒号がする。かんだかい声で今度は。落とせ、落とせ。そして背中の奴は何度も私を揺する。鉢巻が脱げると今度は髪の毛を引っ張り始め、何本もブチブチと抜かれる。あまりの恐怖で、 私は目をつぶったまま泣きわめいた。何分経っただろうか。私がじっと我慢していると、下の方で、チッと下打ちが聞こえ、ふっと背中の重みが取れた。その後、びくびくしながら鎖を登り終えると、一番近い偶者まで駆け込んだ。 爪でガリガリになった手残服を見せながら一部始終を説明する。偶児は難しい顔をして、腐っても霊状だ。今から私が言う話は聞かなかったことにしてくれ。そう前置きをして語り始めた。これだけ険しい道なため、確かに落下事故も起こりはするが、 死傷者などはめったに出ない。稀に起こる事故の大半は一人で登った者が会うんだそうだ。落ちても助かった人間は揃って猿に襲われたという。何でもこの山の猿の中には人間そっくりの声で叫ぶ奴がいて、朝早い時間や夜一人で登ろうとすると、 誰もいないはずなのに自分を呼ぶ声がするという。それが本当に猿なのかどうかはわからないが、おととしも一人早朝に登った参拝者が崖から落ちた。発見された時にはまだ息があったらしいが、病院に着く前に亡くなったのだという。 もう少し見つけるのが早かったら、と、ぐうじはつぶやいた。わたしが、まるで見たかのように話しますね、と聞くと。見つけたのはわしだからな。あの猿ども、割れた頭から脳みそをかき出して、食っていやがった。ぐうじは,は、吐き捨てるようにそう言った。 転び。うちのじいさんの田舎は四国の山の中で、子供の頃結構大きな山火事が発生したらしい。火の手は相当強かったらしく、村の衆はなすすべなく見守るほかなかったと。村では段だ々んだん畑に新しい作物を植え始めたばかりで、 その畑を気にした若い者が様子を見に行ったということだ。本当は危険すぎるのでやってはいけないことだった。しばらくして戻ってきた若者は青ざめて他の村人に支えられなければ歩けないようなありさまだった。山の中から四つんばいで、 ブルブル震えながら逃げてきたようだった。その若者は村人からなだめられてやがて落ち着くと、転びが近くで泣いてた。俺のすぐ近くだ。だから火事は収まるだろう。という意味のことを年寄り連中に言っていたらしい。それを聞いた年寄りたちは、 神社の宮司に慌てた様子で話しに行き、宮司は苦い顔をしたそうだ。しばらく待つと本当に火事は嘘のように収まって、作物も無事だった。だが村の大人は一様に固い表情のままだったという。数日後、 村の有力者の家に爺さんが遊びに行くと、一番の別品になると言われていた娘が、綺麗な着物を着せられてごちそうを食べていた。爺さんが料理をつまみ食いしようとすると、その場にいた大人たちから厳しく叱責され、爺さんの両親は泣きながら謝りに行ったそうだ。 また数日後、じいさんが自分の父親と道を歩いていると、大人でも入りそうな大きさのたしらか、つまり水亀のようなものを担いだ人たちと偶児、それと先ほどの村の有力者が行列のようなものを組んで、火事のあった山の方へ進んでいった。それ以来、 例の娘さんの姿を見ることはなく、娘の両親も姿を消した。大人に聞いても、あの子は方向に出た。行った先で気に入られて幸せに暮らしてる。というような話しか聞けなかったらしい。ちなみにじいさんは、その娘さんが初恋の相手だったんだそうだ。 廃屋探検小学生の頃、友達と二人で廃屋の探検へ行きました。ターゲットは町内でも田舎な地域にある家で、結構新しいのに無人。前の住人が自殺をしたとか殺されたとか、そういう噂が立っているところでした。 学校が終わってすぐその家へ向かう段取りだったけど、僕が職員室に呼ばれて説教をくらっていたせいで、出発が随分と遅れました。しかもコンビニへ寄って立ち読みとかしてたので、現場に到着したのは夕方6時頃、広い産業道路沿いの一角に、 平に囲まれた一軒家です。周囲の空き地はすすきが茂り放題で、いかにも空き家という雰囲気。僕は、遅くなると怒られるよなぁ、とビビっていたんですが、友達はやる気満々です。軽々と平を乗り越えた友達は、早速玄関のドアを引っ張りました。 でも、ドアは開きません。二人で手分けして入るところを探したんですが、窓は雨戸用のシャッターが閉まっているし、裏口には鍵がかかっているしで、とても入り込めそうにありませんでした。この時点で僕は半分諦めていたんですけど、相変わらず全力投球な友達に気を使い、 一応やる気のかけらぐらいは見せておこうという気持ちで、引いてダメなら押してみろってな、と言いながら玄関のドアを押してみました。すると信じられないことにあっさりと開いてしまったんです。マジか、嘘だろ。友達がダッシュで駆け寄ってきました。ボルテージは最高潮です。 これはなんかあるぜ。などとつぶやきながら土足で上がり込んでいきます。仕方なく僕も後から家の中へ入りました。初週で外は結構明るかったのに家の中は薄暗いというよりもほとんど真っ暗でした。僕が持ってきた キーホルダーの豆球が頼りです。探検ムードは盛り上がるばかり。うわっ突然、ある部屋の入り口で先行していた友達が後ろに飛びのきました。恐る恐る中を覗くと部屋の真ん中に人影が立っていました。僕らと同い年ぐらいの子供が 懐中電灯を持って、こっちをじーっと見ています。白っぽい服を着た、見慣れない顔の女の子でした。お前誰、誰友達が聞きましたが、返事はありません。何してんだ今度は僕が聞きました。探検。 その子がぽつりと言いました。いつここ入ったんだまた友達が聞きましたが、女の子はそれを無視して、ここはまだ入り口なの。でも、この奥に。と、そこで言葉を切り、部屋の奥にあるドアを指さしました。一緒に行こう それを聞いた友達は、ドアに向かって突き進んでいきます。僕は怖かったけど、仕方なく後に続きました。女の子が僕の後ろからついてくる気配がありました。ドアを開けると、机と椅子が置いてあるだけの書斎のような部屋でした。 別に変わった感じはしません。なんもない、普通のお部屋だなと友達が言いました。すると突然、残念。と、女の子が妙に明るい声を出して、僕はなぜかゾクッとしました。ここのアイテムは、私がゲットしました。 女の子はそんな風に言って、ポケットから何枚か写真を取り出しました。何それ壁に貼ってあったの。そう言って見せてくれた写真には、おじさんが何人か写っていました。でも、どの写真も背景がべったりと黒一色に塗りつぶされていて、 それが不気味でした。ふふ、おかしな写真だよね。女の子の妙に明るいノリも気になります。次はこっち。僕たちは女の子に引っ張られる形で家の中をうろつきました。どの部屋もほとんど真っ暗なので、 僕の小さなライトで届く範囲しか見えません。女の子はなぜか懐中電灯をつけようとしない。それでも目が慣れてくると、なんとなく様子がわかるようになってきました。なんてことのない普通の部屋ばかりでした。いい加減飽きてきて、もう帰ろう。 と言いかけたところで、廊下の突き当たりのドアの前に来ました。そのドアがなんだか変なんです。よく見ると、ドアの上の方、ちょうど小窓がありそうなあたりに、分厚い木の板が釘で打ち付けてあります。ドアノブのところには、蝶つが式の鍵と南京錠、 まるで何かを閉じ込めているような様子です。南京城は外れていたので、僕が鍵を外してドアを開けました。長い廊下が先に続いていました。両側は板が打ち付けてあるばかりで、窓など外の様子は全然見えません。 渡り廊下かなあ僕、それから友達、その後に女の子、という順番で暗い廊下を進みました。僕の後ろには友達がいるはずなのに、気配をあまり感じません。なんだか随分と離れて女の子がついてきているようでした。時折、 後ろから声が聞こえます。妙に浮かれた口調で何か喋っていますが、内容はわかりません。突き当たりにドアがありました。さっきのと同じようなドア。小窓に板が打ち付けてあって、鍵もついている。ただ、こっちの鍵は、 引きちぎられたように壊れていました。それを見たときものすごく嫌な予感がしました。なのに僕は一気にドアを開けたんです。真っ黒な部屋でした。真っ暗ではなく真っ黒。壁や床、天井もそうだったと思うけど、すべてが 真っ黒に塗りつぶされた部屋です。隅の方に写真が立てかけてありました。家みたいな感じの人の写真。でも、はっきりとは見えませんでした。それよりも目を奪われたのは、ドアから見て左側の壁。そこに押し入れがあって、こっち側の戸が開いていました。 中にはキノコが生えています。ぬるぬるとした粘液にくるまれた赤黒い小さなキノコ。それがびっしりと押し入れの床や奥の壁まで覆い尽くしていました。押し入れの床も壁もぬめぬめと光るゲルにまみれて内臓みたいに見えました。 出来の悪い悪夢のような光景に吐き気を覚えながらも、それに見入られるかのように、いつしか僕は中へ足を踏み入れようとしていました。お,ーおー突然、耳元で声が聞こえました。入ったら死んでしまうのに。低い。 男の声でした。背筋がゾクッとして振り向くと、目の前に友達の顔がありました。何とも言えない表情です。悲しそうな、嬉しそうな、でもどこを見ているのかわからない、うつろな目。部屋の中の光景とは違った意味で、僕は吐き気を催しました。 それでも勇気を振り絞って目の前の友達に声をかけようとしました。おい。その時足首のあたりがひんやりとした何かに包まれました。そのままぐっと締め付けてくるぬるりとした柔らかい感触。何かが部屋の中から僕の足首を掴んでいる。 僕は思わず悲鳴を上げて友達を押しのけて廊下を走りました。前方の暗闇に女の子の姿が見えます。あたりに響き渡るかんだかい笑い声。もう恐ろしくて気が狂いそうでしたが、無我夢中で走りました。どこをどう走り抜けたのか、 気がつくと僕は外へ出ていました。それでもしばらく走って、道路沿いの自販機でようやく一息つきました。ズボンをまくり上げて自販機の明かりで照らしてみると、足首に異常はありませんでしたが、逃げるときあちこちぶつかったのか、傷やあざがたくさんついていました。 廃屋であったことについて、僕が覚えているのはここまで。あとは、家に帰るのが遅くなって、親にひどく叱られたことぐらい。セリフや言い回しなど、多少の客色はありますが、95%くらいは、本当にあった出来事です。こうやって整理してみると、 改めて気づいたことがあります。それは、記憶がかなりいい加減だなってことです。なんというか、アンバランスで歪なんですよね。鍵のかかったドアや女の子に見せてもらった写真。そういうところは細かい部分まではっきり覚えているんですけど、家の中の様子なんかは、 曖昧な記憶しかない。ただ、感触っていうか、感情というか、怖いとか気持ち悪いとか、そういう記憶が残っているだけなんです。廊下の突き当たりの部屋に関しても、黒い部屋だっていう印象ばかりが強くて、中がどうなっていたのかはほとんど覚えてない。 部屋に写真があったのは見ているけど、どんな写真なのかはわからないんです。ドアを開ける前の嫌な予感だったり、足を掴まれた時の感触だったり、そういう自分の感じたことは昨日のことのように蘇るんですけど。ただ例外は、押し入れの中のキノコの光景と、 耳元で聞いた低い声。振り向いた時の友達の表情。特に友達の顔は目に焼き付いて離れないくらいはっきりと覚えていたんです。ところが、あの後友達がどうなったのかは覚えてない。だから気になって調べようと思ったんです。それが三日前の話。 友達の名前もわからないので、卒業アルバムで顔を探そうと思い、アルバムをペラペラめくりました。でも、いないんです。記憶の中の顔と一致するやつが。そんなはずはない。あの時、学校で待ち合わせて一緒に行ったんだから、絶対同じ学校にいるはずだって、何度も見直したんだけど、いない。 そこで改めて友達の顔を思い出そうとしたんですが黒い部屋の前で振り向いた時に見た顔以外全然思い出せないうつろなあの表情が僕の中に残された記憶のすべてでしたそれだけじゃないんですずっと仲のいい友達だと思っていたのにそいつと一緒に遊んだ思い出が その廃屋へ行った時のものだけだってことに、その時初めて気づいたんです。そんなバカな。そう思って、もう一度アルバムを見るうち、あるページのところで手が止まりました。そこには、あの廃屋にいた女の子の顔写真が載っていたんです。 慌てて他のページも確認しました。その顔は卒業アルバムの至るところに載っていました。名簿にはちゃんと名前も住所も書いてあります。正体不明だと思っていた女の子の存在を確認したことで、僕の記憶はいよいよあやふやなものになり下がりました。 少し迷ってから、僕はその女の子、仮に A 子としますが、彼女に連絡を取ることにしました。自宅の番号に電話をかけると、幸い A 子の母親が、彼女の携帯番号を教えてくれたので、早速かけてみました。最初は気厳な口調だったエ子も事情を話すと、 ああ、あの時の、と思い出したようでした。聞いてみると、エ子コは、あの時のことを克明に覚えていました。エ子コは、あの日、あの廃屋の近所に引っ越してきました。で、あたりをブラブラするうち、廃屋を見つけて、塀の隙間から中へ入り、 すでに空いていた玄関から上がり込んで探検を始めました。やがて書斎のような部屋で数枚の写真を見つけました。それを見ているうち、持ってきた懐中電灯の明かりが消えてしまった。それで少し怖くなって探検を続けるか迷っているところ、誰かが 玄関のドアを開ける音が聞こえてきました。大人が入ってきて怒られると思って身を固くしていたところへ、現れたのが自分と同じぐらいの年頃の子供だったので、ほっとしたそうです。安心してちょっとテンションが上がってしまった英子は探検を続けるよう持ちかけました。 あの時の栄子のちょっと芝居がかった仕草は多少の演技を交えて好奇心を刺激する栄子の作戦だったわけです。その会あって現れた子供は栄子と一緒に家の中を探検し始めました。そこで二人になったから探検続けちゃったんだ。 あそこでやめてれば。え、ちょっと待って。二人って僕は慌てて聞き直しました。だから、私と君の二人だったでしょ他に誰かいたっけ一緒に廃屋をさまよううち、エイコは僕の行動がおかしいことに気づきました。 誰もいない方向へ向かって話しかけたり、誰かの後を追うように歩いたり、そういうのが気持ち悪くて、栄子は少し離れて僕の後ろをついて回っていたそうです。やがて、あの渡り廊下に差し掛かったあたりで喋り声が聞こえてきました。栄子はてっきり、 僕が一人ごとをつぶやいているんだと思ったそうです。こいつ本当に大丈夫かと、エ子の恐怖心は一気に膨れ上がりました。そして僕が例の黒い部屋のドアを開いたとき、エイはものすごい悪臭を嗅いだのです。思わず口を押さえて後ろを向こうとしたとき、 低い男の声で、死んでしまうのに、というのが聞こえたそうです。見れば僕がうつろな目をしてこっちを向いている。真っ黒な部屋を背にした僕は背景を黒く塗りつぶされているように見えました。まるであの写真のように、 それで A 子は振り向いて逃げ出したのです。僕と同じく夢中で逃げているうち、いつしか自分の家の前まで来ていたそうです。A 子はそれからしばらく悪夢に悩まされました。その後、学校で僕を見かけることはあっても、あの時のことを思うと声をかける気にはならなかった。 だから今日まで僕はエ子コのことを覚えてなかったんです。最後にエ子コがこんなことを言いました。でもね、こんなことを言ったらなんだけど、君の言うその友達っていうの、今もいるんだよきっと。えほら、さっき、 二人って私に聞き直した時あったでしょあの時、君の声にかぶってたよ。マジでって、低い男の人の声。